あるいはちょっと腰が曲がったね、骨盤をまっすぐして、まっすぐ振り抜いて、それやね、それがコントロールの源やね。方向性はそれではっきり保てると思うんで。そう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 、絶対そっちがええよね。あ、もうなんか心変わりがあるかな。そうそうそう、これ狙うっていうのはもう振り上げた時にもう方向が決まるんで狙いやすい。あとは高さ調整だけ。おお、すごいすごい。これブラッシングできてないの？うん、線でもええぐらいやと思うけど。ああ、今のも早いな。今ぐらいの腰が回ってきたり腕が振り抜けると早いね。うん、違和感ない、踏み込んで腰が回るときにね、自然やもね、うん、ブレーキかけたら勝手に腰回るし手も出てくるんで。うん、そうそうそうなんよ。そうそうそう、だからそのブラッシングっていうのが当たりすぎると減速するとよくわかるよね、うん、だからそのオープンとかうまくそのブラッシング振り抜けるところとか工夫をしながらそのスピードと手首の自由さを求めていかんといかんのよね。思い切って引いて、今のはね引きが引き方が甘かったね。投げ急ぎってやつ、自分らでもあるけどね、僕らでもあるけど、そのやっぱり十分引いてためを作って飛び出す方向を一定にする。うん、そうしたらもう腕振りの方向まっすぐコースが出ていくんで、あとは高さ調整、一回引いてためる。そう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 、よっしゃ、ラストいきましょう。ああ、すごい。ナイスボール。